割り箸を5センチメートルに切ります。割り箸の切り口を紙やすりで削ります。割り箸に針金を 2、3 回巻きつけ、針金同士を巻きつけて固定します。割り箸と針金の上に15センチメートルに切ったビニールテープを巻きつけます。針金を好きな形に曲げます。割り箸の先を指で支えます。針金をいろいろと好きな形に曲げてバランスを取ります。